こんにちは。デモ講座が終わるとリアルトレードが始まる。なかなかそこからね、広げたいような言葉ですね。まあけどね、このデモとかね、だってとかしかしとかどうせとかっていう、そのこの言葉の前置詞の後に続くのは大抵ろくでもない本音だなっていうのは結構ありますよね。このろくでもない本音なんですよ。ろくでもない本音を言いたいがために前置詞としてなんかいろんな言葉が用意されてるってことは、昔から人はそういうことを語ってきたんでしょうね。あとね、やっぱ前提っていうのもおかしな話ですよね。前提っていうのはね、だから言い訳がましいんですよ。前提っていうのはいつもいつも、まあ例えばこういうことがあります。原発を反対するのは前提なんだがって話したら、必ず一時的に原発を稼働しましょうって話を必ずね、この人は言ってくるんですよ。だから大体前提条件で否定語を言ったら、本題では肯定に変わるんですよね。だったら最初から肯定的に話しておけばいいのに、なんていうのかな、どっちつかずなことを言って責任回避をすると。議論になったら、だから前提として基本的には反対だって言ってるじゃないかっていうふうなね、逃げ道を用意してるわけですよ。これは姑息な手段ですよね。あのなんかね、結果毎月100万稼いでくる、まあ、それだけでいいじゃないですか。毎月100万稼いでくるのはまあ前提だったんだけどもって言ったら、今月は稼げてないってことの裏返しでしょ。まあでもいいですよ。100万稼げなくても、それが95万でもね、50万でも30万でもいいと思いますよ。でも100万じゃないっていうだけで、稼いでるのは稼いでるわけですから、その稼ぎのレールには乗ってるわけじゃないですか。しかし多くの方は1000円2000円稼げてないことを、いやまだ月収100万いってないんだけどねみたいなね、おかしな表現するわけですよ。まあね、酒ね、いきなり酒の話になりますけど、私はお酒飲みませんね。コーヒーのブラックを飲むか、ペットボトルのお茶を飲むかです。あのお酒はずいぶん長い間飲んできましたけども、今のこの暮らしに入ってやめましたね。あのお酒って結構ね、時間がもったいないんですよね。飲む前の準備と飲んでる間と飲んだ後の酔いが覚めるまでのポワンとした時間ね、もったいないんですよね。でこれは相対的にですよ。お酒を飲んでいろんなものがすっきりする、それが早いんだったらお酒飲んだ方がいいと思う。いわゆるリセットしたりとかね、また整えたりとかするってやつですけど、私はそういうのがなくても大体整うんで、あまり関係ないかなっていうことですよね。であとタバコですか。タバコも私はね、中学の頃から吸い始めて、で二十歳ぐらいでやめて、でそれから麻雀店の経営を始める頃にまたね始めたかなっていうところがありますけども、今では全く吸ってないですね。あのタバコに関する、影響を考えて、あのそもそもタバコを吸う時間とか買いに行く時間とか、タバコを吸う場所を探す時間がすごくもったいないんですよね。だからそういう、私はそういう価値観っていうんですか、以前はタバコを吸うことが喜びであったんで、そこにお金や時間をかけることは当たり前だろうと思ってたんですけども、今ではね、タバコどころか乗りもしない車にお金をかけて、時間をかけて、なんか手間暇かけてみたいなことやってますんでね。だからこれほど整合性が取れてないこともないんですよ。効率的に生きているようであって、非効率な部分も抱えている。逆に言うと、非効率な部分をうまく運用するために、こっちの非効率なことをやめるみたいな感じですかね。全体的に効率がいい人生を送るようにすれば、非効率なこともできるようになる。これを具体的に言うと、お金と時間から解放されるというね、効率的な人生を手に入れると、無駄なことがたくさんできるんですよ。ですんで、たくさん映画を読んだりとかね、たくさん漫画を取り寄せて読んでみたりとかね、そういうふうな知識や情報の収集にものすごく時間が使えると。じゃあその吸収した時間とかね、知識とか経験は何に使うんだって言ったら、別に何も使わないんですよ。自分の知的好奇心を満たすためだけとかね、昔見た映画のオチは何だったかなっていうのを知るためだけに見るとかね、で噂に聞いたあの作品の本当のところはどうなんだろうって感じで、もう絶版になったようなね、本とか昔の VHS ビデオテープとかを手に入れてね、それこそ5万とか10万するやつあるんですよ。中古価格上がっちゃって、でもそういうのでも買ってみて、ああこういうふうに当時の人は考えていたんだな、作ったんだなみたいなことをね、やってみたりとかね、なかなか面白いですよね。そう考えていくと、無駄がね、無益なものであるかどうかって言ったらまた別で、無駄を積み重ねていくと無駄ではなくなるというね。で無駄っていう漢字が蛇足ではないって書くんですよね。なんと漢文的には、ね、無駄っていうのは、そのダバっていうのがいたじゃないですか。ダバっていうのは役に立たない馬ってことなんですけども、じゃあ役に立たない馬が本当に役に立たないんですかって言ったら、そうじゃないんですよ。無駄っていう意味は、実はね、無駄に役に立たない馬でもそうではないよと、無益ではないよと、
無駄にするなよって意味が込められていて、ダバではないっていう風な意味なんですよ。つまり多くの人がこの馬もうね役に立たないよ、戦争にも行けないしさみたいな感じですごくね邪魔者扱いするんですけども、でもそれをある一人の老人がね、いやいや無駄ではないよと、この馬も長い間生きてきていろんな経験をした、いろんなことを知っている、だから語りかけることを変えていけば、例えばね戦争に行こうぜって言ってもダバだけども、そうじゃなくて畑を耕せぜって言ったら十分働けるとかね、あとはちょっとね、言いにくいことですけども、じゃあ馬をね肉にして食べちゃおうって言ったら、それはそれで多くの人の命を救うことになるから救世主ともなり得るよと。つまりは無駄をどう使うかによって無駄のまんまになるか、それとも本当にダバとなっていくのかってことを扱う人ね、バカとハサミは使いようって言いますけども、扱う人がどうするかによって情報も価値も人も変わっていくということなんじゃないかなと思いますよね。ということでダバのダでお送りしました。